ホンダが発表した S660 は2人乗りのオープンカーで、軽自動車として初めて6速のマニュアル車も用意しました。エンジンを車体の後部に設置し、本格的なスポーツカーのハンドリング性能を実現しました。価格は198万円からで、4月2日に発売されます。またトヨタは新型カローラを発表。カローラとして初めて自動ブレーキシステムや車線のはみ出しを検知する機能を搭載しました。価格は144万円からで、4月1日の発売です。